に似てると言えば似てるけど、年齢から見ても偶然だと思います。普通に考えるとね。吉野という名字に心当たりはなかったんですか？うん、知らないって言ってたけど。でも清高の気持ちもわかるのよね。どうしたんですか？いきなりこんなところで。清高さん大胆すぎますよ。思った通りだ。すごい熱じゃないか。清高さんにはバレちゃいましたか。無理しちゃダメだろ。清高、体調が悪いことに気づいたのは立派だと思うよ。でもいきなり女の子におでこをくっつけるのは不潔です。あの、私は気にしてませんよ。むしろ嬉しかったと言いますか。キリすみません、清高さん。いいよ、気にしなくて。リッカさんだって許可してくれたし。バイト先の人にも迷惑かけちゃいました。葵ちゃんはバイト頑張りすぎだよ。いや、一人暮らしはいろいろと物入りですので。それに働くの大好きですし。でも自分の体だって大事にしないと。はい、気をつけます。でも熱があることどうしてバレちゃったんですか？それはいつもと様子が違ったから。いつもと違いましたか？私、我慢強いのだけは自信があったんですけど。それに今日一日誰も気づかなかったんですよ。はあ、そういう我慢が良くない。わかってますよ。清高さんには隠し事しません。それにもう一つの私の秘密もついに知られてしまいましたし。え？秘密？私が実は隠れ巨乳だということです。葵ちゃん、何もお礼ができない私ですが、せめて女の子の柔らかな感触だけでも堪能してください。いや、だから。何やってるの？え、さくら。いや、違うんだ。むにゃー。これは、その、熱があって風邪みたいだから家まで送ってくところなんだ。お顔が真っ赤なんだね。あ、いや、熱があるのは俺じゃなくて。にゃ、こんにちは、さくらちゃん。日の本葵です。よろしくね。あの、僕はさくら。一緒に遊んでくれるの？ごめんな、さくら、今日はダメなんだ。そっか、風邪ひきさんなんだね。ごめんね、さくらちゃん。よくなったら遊んでくれる？うん、やった、約束だよ。大丈夫？少し無理しすぎましたね。さあ帰ろう。今度は背中でおとなしくするように。はーい。薬はある？はい、タンスの上に薬箱がありますので。でもその前に何か食べた方がいいかもしれないな。食欲ないです。少しでもお腹に入れないと。お粥でいい。清高さんがふうふうしてあーんしてくれますか？
葵ちゃんが食べてくれるんだったらね。台所を借りるよ。清隆さんは優しいですね。お兄ちゃんみたいです。ん？何か言った？おかゆの前にお願いがあるのですが。寝てた方がいいよ。俺にできることなら手伝うから。だったら着替えさせてください。はい。だから着替えさせてください。パジャマはそっちのカゴに、下着はタンスの下から2段目に入ってますから。いやいやいや、着替えって。しかも今さらっと下着って言った。動けないんだからしょうがないじゃないですか。汗をかいたまま寝ると体に良くないですし。それはそうだけど、でも葵ちゃんは女の子なんだから着替えは自分でしないと。さっきお願い聞いてくれるって言ったじゃないですか。最後まで責任取ってくださいよ。中途半端に優しくするのは良くないですよ。それに私は清隆さんのこと信じてますから。葵ちゃん大丈夫でしょうか？兄さんがついてますから。それは私も葵ちゃんに良くなってほしいし。でも気持ちはわかるんだけどね。やっぱりちょっと照れますね。そう、体を起こせる。ダメみたいです。力が入りません。支えてくれますか？足を抜いてもらってもいい？はい。抜きました。この後空気に飲まれてた気がする。勢いって怖いですよね。熱に任せて清隆さんに頼りすぎてしまいました。体温が一気に10度くらい上がったかもしれません。そんなに上がったら死んじゃうから。清隆さんにちょっとだけわがまま言ってみようかなって思ったんですけど、大失敗してしまいました。だったら今日はもうおとなしく寝てること。はい、一掃します。俺もそろそろ帰るよ。ルルネも心配するし。あのん？いえ、今日はありがとうございました。お大事にね。はい。熱暴走してしまいました。大人の階段は長く険しいのです。
え、葵ちゃん来てないの？はい、今日はお休みをしているそうです。サラ、リッカさんたちに伝言をお願いしたいんだけど。わかりました、わかりました。伝えますから行ってきてください。まだ何も。ご心配なく、先輩と違って鈍感ではありませんから。え、聞いてもいいですか？もし私が困っていても同じように優しくしてくれますか？そんなの当たり前だろ。そうですか。早く行ってあげてください。ああ、ありがとう、サラ。あ、清高さん、いきなりどうしたんですか？お見舞いだよ、ほら。すみません、ご心配をおかけしたみたいで。でも安心したよ、昨日よりだいぶ良くなってるみたいで。昨日はお見苦しいところをお見せしてしまいました。あ、いや、そんなことは。でも、こんな私のためにわざわざお料理まで。昨日作ってあげられなかったからね。食欲は？バッチリです。そうだ、私もお料理お手伝いしますね。葵ちゃんのお見舞いなんだから休んでていいよ。いえいえ、そうはいきません。私、戦闘服に着替えてきます。よかった、葵ちゃん元気になって。戦闘服？お待たせしました。どうですか、どうですか。お見舞いに来てくださった清高さんのために文字通り一肌脱いでみました。まさかの無視ですか？それはさすがの私もこの後どうしていいのか分かりませんよ。いや、服を着ればいいと思うよ。あ、そんなリアクション。この中には男子の夢が詰まってるんですよ。夢とかってわけじゃ。ほうほう、私のフレッシュさあふれんばかりの裸エプロンを直視した上でそんなこと言えますか？別状を催さないと言えますか？さあ清高さん。そうだ、鍋作らないと。色気より食い気だ。私の色気はお鍋以下ですか？いや、そういうことじゃなくて、ほら、葵ちゃんがそんな格好だと気になって俺が料理に集中できないから。気になりますか？だから俺のために服を着てもらってもいいかな？しょうがないですね。わかりました、日の本葵、着替えてまいります。あ、そうだ、ちょっと待って。はい、葵ちゃん。あんはしてくれないんですか？昨日はいいって言ってくれましたよね。さすがにそれはちょっと恥ずかしいというか。そうですね、それなら代わりに清高さんのこと時々お兄ちゃんって呼んでもいいですか？え、別にいいけど。本当ですか？うん、それくらいなら全然。やった、これでちっちゃい頃からの夢が叶いました。私一人っ子なんで、ずっとお兄ちゃんが欲しかったんです。でも俺でいいの？はい、清高さんは私の理想のお兄ちゃん像なんです。あー、よかった。こんなことならもっと早くお願いすればよかったです。それなのに昨日からずっと空回りばかりで。空回りというか暴走でしたよね。俺はその気にしてないけど。一人だと心細くて、清高さんにわがまま言ってみたかっただけなんです。そうすれば本当の兄弟みたいになれるかなって。葵ちゃん、もう一つだけわがままいいですか？この後私が眠るまで添い寝をしてくれませんか？いや、さすがにそれはダメだって。眠るまででいいんです、だからお願いします、お兄ちゃん。病気の時って
心が不安になりますよね。誰かにそばにいてほしい、ぬくもりを感じたいって。だからお願いを聞いていただいてありがとうございます。いや、そのもしかして清高さん、エッチなこと考えてます？え、考えてないよ。俺がエッチなことを考えてたら困るのは葵ちゃんでしょ。いや、それはそうなんですけど、あれじゃないですか、私も一応女の子なわけですし、しかも隠れ巨乳的な。それなのに清高さんったら私を放置プレイですか？いや、それはほら、葵ちゃんの信頼は裏切れないし。それならば、えい。お礼と言ってはなんですが、私が眠った後は清高さんの好きにしていただいて構いませんので。ちょっと葵ちゃん。こうしてると安心します。このままでいてもいいですか？いいけど。おやすみなさい、お兄ちゃん。ただいま。そっか、生徒会か。昨日はどこにいたんですか？決めろ。どこにいたのか聞いてるんです。結局朝まで帰ってこないし、連絡の一つもよこさないし。もしかして心配してた？当たり前です。帰ってこなかったら心配するに決まってるじゃないですか。その葵ちゃんの看病をしてたらそのままうとうとしちゃって。看病するのはいいことですし、兄さんのことも信じてますから、とりあえず許してあげます。ありがとう。でもシャルルさんすっごく心配してたよ。夜中に探しに行くって言い出して大変だったんだから。それは後で謝るよ、許してもらえるまで。だったら早く着替えてバス出ちゃうよ。あれ、兄さんずいぶん薄着ですね。ああ、ほら最近あったかくなってきたから。そうですか？そんなことないと思いますけど。タカ君は絶対わざとお姉ちゃんに心配かけようとしてるよね。いや、そんなことないから。反抗期なのかな。そうじゃなくて、本当に不可抗力で。シャルル、そろそろ許してあげたら。はあ、タカ君、続きは帰ってからね。続くんだ。皆さん、ご心配おかけしました。日の本葵、完全復活です。葵ちゃん。よかった、顔色もいいみたいですね。体調はもう大丈夫なの？はい、それはもう清高さんからいっぱいパワーをもらいましたから。ね、お兄ちゃん。お兄ちゃん、パワーをもらいましたねえ。あ、ごまかしてる時のタカ君だ。やましいことでもあったんでしょうか。そちらの妹さんには随分と優しいみたいですね、ニッキーさん。それで何があったの？何もないですよ。
らは一緒に作ってね。不潔。いや、今日の会議は別のことを話し合わないといけないみたいね。木の本葵ちゃん、裸エプロン感動しました。ありがとうございます。女子の底には愛、いや夢というか男のロマンが。そこってどこですか。次回、愛と夢と希望があふれるところ、こんな近くにパラダイスが桃源郷が。サービスサービスです。